この主義法こそが時代を照らす炎だ。諸葛亮殿、曹操は赤壁で散々に打ち負かした。これからは俺たち孫悟の時代だな。主膳、あざなは魏鳳。亡き孫策の取りなしで孫家の重臣主治の養子となる。孫権の学友でもあり、机を並べ友情を育んだ。赤壁の戦い以降、主膳は孫悟の臣として頭角を現す。全ては友でもあり主でもある孫権のため。彼の心は常に炎のように燃えていた。それはいささか流行りすぎであろう。そうですね。打ち破ったとはいえ、曹操の軍は未だに強大です。その力を完全についえさせるには時がいるでしょう。乱世はまだ終わらない。孫権様、作戦は？高陵にいる曹仁を撃つ。気を抜いては。灰になれ、天神総弁戦。あれれ、味方が走ってきてるの。ねえねえ、どうしたの。何か困りごと。せやせやや、せいはぁ、どぁ。敵将の矢で負傷、直ちに救援が必要です。馬がご入り用で。またお待ちしてます。船が。なんとか間に合ったか。急ぎ部隊を再編成し援軍に回せ。ありがとう。うまくいったぞ。ああ、いい気分だ。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。惑わず、ひたすらにかけるのだ。
先ほどの一撃はお前の急所を貫いた。これ以上の抵抗は苦痛を長引かせるだけだ。私はまだ終われぬ。どのためにも、孫悟のためにも。せっ、そんなそこを侮っていたか。こちらの優勢をみすみす覆されてしまった。この一戦が孫悟の未来を決めるのだ。たとえこの身がどうなろう、戦い抜く。よし、俺の戦歴に一つ追加だ。筋金入りですな。自分も見習う所存です。守り抜くのが我が務め。何人であろうとこの盾は貫けぬと知り。自分には支えてくれる同胞がいる。ならばそう思考、今こそ不動の盾とならぬ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。守りきれぬとは無念。決心を得た。これで孫悟の飛躍もかな。私なすべきこと。早く手当てしなければ。急ぎ周遊殿を本陣までお連れしろ。周遊殿、お怪我は？何？ロシク、を支えるものを失ってしまいました。殿、皆さん、職軍の猛攻から
孫悟を守らなくては。医療へ向かい劉備を引きつけましょう。ひよっ子どもをおびやかしてやるぜ。このどもサンガの鎧を焼き払え。これは医療へ送る大事な兵糧だ。僕のじいさんには絶対は出さないぞ。よし、俺の戦歴に一つ追加だ。主膳殿、燃えるような活躍ですね。私の闘争心にも火がつきそうです。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。五軍が四季を狙ってくれば何か企みがあるのだろう。リクソン殿の飛刑にこの地は欠かせぬ。必ず抑えてみせる。行きましょう。敵の布陣を切り崩すのです。お前ら行くぞ。敵を残らず叩いてやれ。両を目前にして敗れるとは。関羽殿と張飛殿の仇を討ちたかった。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。灰になれ。五軍に敗れるとは。戦申し訳ない。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。力及ばず意識を守りきれないと情けない。四季を制し飛刑はより円滑に進むだろう。我らでリクソン殿のお役に立てて何よりだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。よし、俺の戦歴に一つ追加だ。主膳殿、燃えるような活躍ですね。私の闘争心にも火がつきそうです。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。魔系の準備が整うまで時を稼ぐのだ。防備を固め劉備を引きつけよう。文ちゃん、よくとく焼き付けしてやる。
私の無念必ず晴らす。いや、今後の将兵は根絶やしにしてくれる。伝令、家計の準備は順調です。予定より早めに完了予定とのこと。父上と兄上の仇、ここで私が取ってみせる。兵器部隊前へ。突撃せよ。背を上げて攻めかかるのだ。この戦い、腰を据えて挑む必要がある。補給部隊を呼べ。兵糧の確保を怠るな。申し上げます、兵糧庫より補給部隊が到着しました。よし、兵糧は確保できたな。みんな規制を上げよう。職を迎撃するのだ。まだだ。孫権の首も取れずに死ねようか。孫権様、家計の準備が整いました。よし、今こそ時は満ちた。リクソン、あとは頼んだぞ。はい、お任せください。俺たちの紅蓮の闘志、見せてやろう。食軍を追撃します。この機に不亡きまで叩きのめしましょう。攻略に向かいます。みんな
私に続いてください。攻略に向かいます。皆、私に続いてください。諸葛亮様よりご伝言が。我らが敵を足止めする間に撤退をとのこと。そうか。諸葛亮、皆すまぬ。私はこれより白帝城へと向かう。お、敵。なんだ、石像か。紛らわしいな。陣の奥へ続く通路を発見しました。これより内部へ進軍します。陣内に高台があります。そこからの攻撃にご注意ください。みんな、不明な私を逃がすためにすまぬ。そなたたちの命無駄にはせんぞ。皆の命を盾にするまではしたくないのだ。すまぬ、決死の覚悟で守り抜いてくれ。私の不明ゆえに多くの者が倒れてる。やり尽くしてやる。彼らのために倒れるわけにはいかぬのだ。この辺守ってみるとか、よくない？仕留めしてもらいながら、この始末とは。劉備は追い詰めました。これも皆さんの奮戦の賜物です。敵将、討ち取った。諸軍は私が前へ進む。
合肥新城の戦いでも躍動し勝利に貢献した。だが孫悟は合肥新城を奪わずに帰還する。孫権は領土拡大よりも国を守ることに重きを置いたのである。その後も主膳は孫権に信頼され呉の中軸を担っていく。主膳も孫権の期待に応えるべく日々努力していた。今もまた家計の腕に磨きをかけるべく一人鍛錬をしている。主膳。孫権殿、驚かさないでくださいよ。すまない。学友たるお前とゆっくり杯を交わしたいと思ってな。それでこんなところまで来たんですか。特別扱いって言われないように避けてもいい。孫権殿が来てしまったら意味ないじゃないですか。今さら何を言う。確かにお前の士官は私が世話した。だが今ここに燃え盛る炎のように孫悟の未来を照らすようになったのはなぜだ。全てお前の実力ではないか。そう思いますか。そうだと思う。ありがとうございます。毎度毎度火をつけてばかり、自分でも嫌になるくらい全部それで解決してきました。でも孫権殿がそれも実力のうちっていうなら問題ないですね。うん、これからもじゃんじゃん燃やしまくりますよ。それは頼もしいな。はい、火付け役は俺の使命。これからも期待していてください。